はい、ではですね、これからルミナーのアクセントアイフィルターについて説明をしていきます。このアクセントアイフィルターは人工知能を使ったフィルターになっていて、この人工知能が勝手にこの画像を検知して、こういったシャドウだとか、あとハイライトだとかをですね、自動に調整してくれて、綺麗な写真に仕上げてくれます。まあ、通常こういった写真をですね、現像する際には、まあ、現像ツールを使ってやっていくんですけれども、やはりちょっと時間がかかってしまうのが現実的なところであります。で、まあ、実際にね、今回やってみるんですけれども、最初に現像、通常の現像の仕方をしてみるやり方をやって、その後にアクセントフィルターを使って比較していこうかと思います。まず今回1枚目に準備した写真がこちらですね。空に露出させたので、このように山の斜面だとかがですね、黒くなっている状態ですが、まあ、こういったシャドウの部分はですね、ローで撮っているので、情報はちゃんと含まれているので、後でシャドウを上げれば持ち上がってくるという感じですね。じゃあ実際に現像ツールですね、まあ、ルミナの現像フィルターを使ってまずやってみようと思います。まあ、通常こういったものはですね、私はだいたいハイライトを下げ、シャドウを結構持ち上げて、白レベルをやや調節します。黒レベルも調節しながら、そして露出をさらに調整してコントラストをつけるというような感じですね。まあ、これは特にこうやってやるという決まりは特にありませんので、自分のやりやすいようにやってもらえばいいかなと思います。まあ、大体こんな感じかな、ちょうどいいところというのは、まあ、シャドウはね、このぐらいで、ありますけれども、こんな写真に仕上がります。で、次にアクセント AI フィルターを使って方法をですね、見てみましょう。こちら一旦しまって、アクセントアイフィルター、このフィルターを加えるというところで、一番上のエッセンシャルからアクセントアイフィルターを選択します。このフィルターをですね、まあ、像と強、まあ、スライダーがこれ1個だけなんですけど、これを動かすだけで、まあ、シャドウとハイライトをですね、調整してくれます。実際に上げてみましょう。まあ、このような形でですね、どうでしょう。まあ、今までさっき真っ黒だったこの部分、シャドウの部分がですね、持ち上がって、かなりですね、このような形で出てきています。そしてね、逆にハイライトの空の部分に注目すると、ハイライト部分が抑えられるといったようなね、形になっています。まあ、あのヒストグラムでもね、見るとこの黒の部分がですね、かなりこの右側に寄ってきている、まあ、つまりこの辺のシャドウの部分のディテールが出てきているといったことになりますが、もうこのスライド1回だけでこれだけね、綺麗に仕上がってしまうと、むしろね、先ほどの、あの現像した時よりもですね、綺麗に仕上がっているといったのがね、正直なところであります。まあ、こんな形で簡単にアクセントアイフィルターを使うと、現像っていうのがね、スムーズにいきます。もちろん微調整するときにはね、先ほどのまた現像フィルターを使ったりすることもありますけど、基本的にはこれで問題なくできます。はい、続いて2枚目の画像を使って説明してみましょう。こちらの画像ですが、太陽のあるシーンでやはりですね、空に露出合わせて撮っているので、下の部分シャドウがですね、やっぱ黒くなっているといった感じです。まあ、こういった写真の場合も現像していくとですね、まず、シャドウですね、ハイライト部分とシャドウを調節しながら、シャドウを上げてですね、いくというような感じになります。白レベル調節して、いくで、明るさとコントラストをちょっとつけたりするといった感じですね。まあ、こんな感じで、編集を、ね、していくわけですが、まあ、やはりちょっとね、時間がどうしても微調整するとかかってしまいます。まあ、慣れてる人はね、そんなにかかりませんが。で、今度はですね、こんな形でできた写真ですけれども、アクセント AI フィルターを使ってやっていく方法をお見せいたします。アクセントフィルターを出して、像と強ですね、このスライダーを上げてみましょう。まあ、するとね、一瞬でこんな形でシャドウ部分を持ち上げてくれて、ハイライト部分を押さえつつも綺麗に出して演出してくれているというのが、このフィルターの効果になります。まあ、やっぱりね、いろんなシーンで使えるので、本当にこうぼやっとしたあの画像でも、このアクセントフィルターを使うと一気にこうね、色のバランスだとか光の具合だとかも調整してくれるので、とってもね、簡単に綺麗な写真に仕上げてくれます。なので、初心者の方で現像にまだ慣れてない方はですね、ぜひこのアクセントフィルターを使ってもらうといいかなというふうに思います。もちろん上級者の方でも、一番最初にね、ちょっとこう編集、いろんなフィルターを加える前にこちらを使うと本当に便利なのでね、ぜひ使ってもらえばいいかなというふうに思います。はい、では今回はルミナの素晴らしいフィルター、アクセント AI フィルターについて説明をしました。この AI という、ね、人工知能は今注目されている技術で、
こういった画像編集においてもかなりね、素晴らしい技術を機能を発揮してくれています。で、まあ、これからもねルミナーこういった人工知能を使ったフィルター出てくるらしいので、まあ、とてもね楽しみにして、どういったね機能を使ってまた効率よく綺麗な写真できるのかって本当にね楽しみにしています。で、こういったねAI を使うと、これまでね現像で少し時間かかっていたようなこともねさっとできたりするので、かなり時間もね短縮になるし、かつ今までよりもむしろ綺麗に仕上がってしまうこともねあるので、まあもちろんマニュアルでやりたいっていう人もいるかと思うんですけれども、まあ私も本腰入れて仕上げる場合と、まあなんとなく仕上げる場合でもね、いずれの場合でもこのアクセントアイフィルターはとってもね重宝しているので、ぜひ皆さんもですね、このアクセントアイフィルター普段の編集で使ってみてください。はい、そんな形で本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。